市行政情報番組まるっとつガイドです。熊本地震で被災された方を支援するため、津市では皆さんからの義援金を受け付けています。寄せられた義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ送られます。詳しくは津市ホームページをご覧ください。皆さんのご協力をお願いいたします。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。町の出来事では、4月1日金曜日、新年度のスタートにあたり、幹部職員に対して行われた市長訓示及び平成28年度津市新規採用職員辞令交付式の模様と、4月6日水曜日から8日金曜日にかけて、市内の幼稚園、小学校、中学校で行われた入園式、入学式の模様をお伝えします。定例記者会見での市長からの発表の模様をお送りします。津市が取り組む小中一貫教育を紹介するコーナー、つなげよう広げよう津市小中一貫教育は、放送日を変更して5月1日からお送りします。